大変長らくお待たせいたしました。本日はプラネタリウムライ麦星へお越しいただき誠にありがとうございます。それではプラネタリウムの投影を始めるにあたりまして、いくつかのご案内を申し上げます。まず本館では画面上にプラネタリウムの投影を行いません。投影は皆様の頭の中、想像上でお願い申し上げます。次に上映中の睡眠のご案内です。お眠りの際にはどうぞ何も気にすることなく眠りに落ちてくださいますようお願い申し上げます。きっと夢の中で素敵な星空が見れることでしょう。上映中にもしも気分が悪くなってしまった場合など、どうしても上映を中断したいときは画面をタップして上映を止め、お近くの係の者にお声掛けください。最後にこれ以降上映が始まりますとお部屋の明かりはすべて消えてしまいます。上映中は画面を見ると眩しいので、画面を伏せるなどの工夫をお願いいたします。また画面を伏せてしまいますとチャンネル登録、通知、動画の高評価などができませんので、今のうちに済ませておきますようお願い申し上げます。それでは明かりを落としまして、星空解説の方へと入っていきたいと思います。さあ、皆さんの目の前に景色が見えてきました。この景色は東京タワーの展望台から見た風景です。正面に高く見えている建物が六本木ヒルズになりますが、その隣に赤い文字で西とあります。皆さんの正面は今西の方角となっています。時刻は今日の午後4時頃に合わせてあります。ですから皆さんの正面に見えているあの丸いもの、これは太陽なんですね。このプラネタリウムの太陽の明るさは少し控えめですので、月ではないかと思った方もいらっしゃるのではないでしょうか。実は人間の目が暗闇になれるのには結構時間がかかるんですね。そのためいきなり星空を見ても星がよく見えませんし、逆に
太陽が明るすぎても、皆さんが暗闇に目を慣らすことができません。そんなわけで、プラネタリウムの太陽は、随分控えめな明るさで輝いているわけです。これから時間を進めていきますと、太陽はゆっくり沈んでいきます。それでは早速、今日の日の入りの様子から見ていくことにしましょう。太陽がゆっくりと沈んでいきます。最近は少し日が長くなって、西よりもちょっと北寄りのところで太陽が沈むようになっていますね。今日の日の入りは東京で17時29分でした。さあ、これから見る方角を変えていきましょう。皆さんの正面は西からゆっくりと南の方角へと変わってきています。実際の空で言いますと、皆さんが左に90度向きを変えているんですね。皆さんの正面、こちら側が南、皆さんの後ろ、こちら側が北、左側が東、右側が西となっています。さて、ここで私から皆様に一つお願いがございます。これから私が合図をするまで少しの間、目をつむってはいただけないでしょうか。目をつむっている間に皆様の目が暗闇になれ、目を開ける頃には今よりももっと綺麗な星空が見えるはずなんです。もしよろしければ目を閉じてみてください。閉じていただけましたでしょうか。それではこの時間を使って少し時間を遡りたいと思います。遡った日付は12月25日の0時。ちょうどクリスマスですね。冬は一等星が多く、一年中で最も華やかな星空なんですね。それではクリスマスの夜にタイムスリップしていきましょう。あたりはすっかり暗くなって、空に星が見えてきました。時刻は夜の9時頃になっています。皆さんも前回のクリスマスを思い出してみてください。どんなクリスマスでしたでしょうか。
皆さんがそれぞれのクリスマスをお過ごしになっている間、空にはこんな星空が広がっていたんですね。冬は日の入りの時間が早く、夏ですとまだ外が明るい時刻でも冬には星が瞬き始めるんですね。それでは冬の星空を彩る一等星たちをご紹介いたしましょう。冬の星座の代表、それはこちら。なんといってもこのオリオン座ですね。1、2、3、4、四つの星の中に1、2、3、三つの星がきれいに並んでいるこの砂時計のような星座は、知っている方もいらっしゃるかもしれません。オリオン座のモデルとなっているオリオンは、右手に大きな棍棒を持ち、左手にライオンの毛皮を持った狩人なんですね。星と星を結んでみますと、ちょうどこんな感じです。そのオリオン座には一等星が二つあります。一つはこちらの肩にある赤い星、ベテルギウスです。このベテルギウスは寿命が迫っており、最近少し暗くなっているんですね。暗くなっていることが寿命を迎える前兆なのかはまだわかっておりませんが、近いうちに超新星爆発を起こすとも言われています。超新星爆発を起こすと、月と同じくらいの明るさになり、月が二つあるような光景になるそうです。もしかすると、この形のオリオン座を見れるのは、今の時代を生きる私たちの特権なのかもしれませんね。もう一つは、足のところにある青白い星、リゲルです。青白い星は、まだ若い星で、望遠鏡で覗くと、ギラギラと明るい光を放っているのがわかるんですね。星は、寿命を経るごとに青白い色からだんだん黄色く、そしてだんだん赤くなっていくんですね。このリゲル、恒星という太陽と同じように自分で光を放っている星なんですね。明るさは太陽の20万倍程度の明るさとされています。ちなみに太陽は生まれてからちょうど50億年ほど経過しているそうです。今は寿命の
ちょうど半分程度で、黄色に近い色。あと、50億年で、寿命を迎えるとされています。さて、星空に戻りましょう。このオリオン座の三つの星の下あたりにぼやーっとした部分が見えると思います。こちらはオリオン大星雲といってガスの塊なんですね。肉眼でも見えるほど大きいですが、望遠鏡や双眼鏡で覗くとガスの広がっている様子が見え、見応えがあるのでおすすめです。このガスは実は星の赤ちゃんなんですね。ガスが集まって星ができますと、遠い未来でまた新しい星空が生まれるのかもしれませんね。次にオリオン座からこちらの方、北西の方を見てみましょう。このあたり V の形に並んでいるのが見えますでしょうか。これがおうし座なんですね。この V の形がおうしの頭の部分で、こちらのオリオン座に向かって角を向けたおうしの姿になっています。ちょうどこのおうしの目のところに光っている赤い星はアルデバランという一等星です。現在アルデバランは太陽の半径の 44.2 倍まで膨張しており、かなり年を取った星なんですね。さて、このおうし座の肩のあたりにたくさんの星が集まっているのが見えます。これがプレヤデス星団です。日本ではスバルとも呼ばれています。こちらも望遠鏡や双眼鏡で見ると綺麗な星の集まりを見ることができます。プレヤデス星団についてはこんな神話があります。昔々、プレヤデスというとても仲の良い7人の姉妹がいました。プレヤデスは巨人アトラスと妖精プレイオーネとの間に生まれた7人姉妹で、月の女神アルテミスに仕えていました。ある日、姉妹たちが森の中で遊んでいた時のこと。一人の狩人が通りがかりました。森で狩りをしていたオリオンです。可愛らしい七人姉妹をオリオンは一目で気に入りました。オリオンは一緒に遊ぼうと彼女たちを誘いますが、姉妹はその誘いを断ります。乱暴なオリオンを好きではなかったんですね。強引に誘うオリオンを怖がって、姉妹たちは
逃げ出してしまいました。しかし、諦めきれないオリオンは、姉妹たちを森の中中追いかけ回します。姉妹たちは一生懸命逃げ回りますが、どんなに逃げても狩りの得意なオリオンにはかないません。とうとう追いつかれそうになった時、プレアデスは突然真っ白な七羽の鳩に姿を変えて大空に飛び立ちました。一部始終を見ていた女神アルテミスが姉妹たちを鳩に変えて逃がしてあげたんですね。鳩になったプレアデス姉妹は空高く飛んでいき、そしてそのまま星になってしまいました。ところが、オリオンはまたも諦めきれず、自分も星になって、今でも空の上でプレアデス姉妹を追いかけているんですね。このプレアデス星団、普通は肉眼で6個くらいの星が見えますが、7個目の星はちょっと見つけにくいかもしれません。なぜでしょうか？そのわけはこんな風に伝えられています。7人姉妹のうちの一人、エレクトラにはダルダノスという息子がいました。ダルダノスは大人になってトロヤという都市を築きますが、やがて戦争で滅ぼされてしまいます。母親のエレクトラは悲しみのあまり彗星となってどこかへ姿を隠してしまいました。そのせいでプレアデスの7個目の星は見えにくくなってしまったんですね。また残された6人の姉妹も姿を消したエレクトラのことを思うといつまでも涙が止まりません。それでプレアデスの周りは今でもぼーっと霞んで見えているということなんですね。いかがでしょうか。勇猛なオリオンのイメージが変わってしまったかもしれませんね。さて、そんなプレアデス星団の北の方、冬の天の川の中に見つけやすい五角形があります。ちょうどここの五箇所を結んだ五角形です。これを御舎座と言います。五角形の中で一番明るいこの星はカペラという一等星で、最も北にある一等星として知られています。御舎とは馬車を操る人のことで、馬車を発明したアテネの王様エレクトニウスの姿となっています。馬車を発明したことを
全知全能の神、ゼウスに称賛され、星になったと言われています。この御車座の東の方に、こちら、同じような明るさの星が二つ並んでいます。この明るく仲良しな星たちが双子座です。こちら側、一等星のポルックスが弟。こちら側、二等星のカストルが兄。双子なのに兄は人間、弟は神の子というちょっと変わった双子なんですね。この二人はスパルタという王国の王妃の息子で、兄カストルの父がスパルタの王、弟ポルックスの父が先ほど登場したゼウスなんですね。さ、そんな双子座の南を見てみましょう。ここにひときわ目立っている明るい星があります。これがすべての星空で最も明るい恒星、シリウスです。シリウスとは、焼き焦がすものという意味があり、青白くギラギラと輝いているところから付けられた名前です。シリウスは、大犬座という星座にあります。その大犬座のそばには子犬座もあります。子犬座にも明るい一等星のプロキオンが輝いています。プロキオンとは犬の前という意味であり、これは大犬座のシリウスが、こちらの東の地平線から昇る少し前に、この星が姿を見せることから名付けられたそうです。このプロキオン、シリウス、そしてオリオン座のベテルギウス、この三つの一等星を結ぶと、冬の天の川の中に大きな三角形ができます。これを冬の大三角と呼びます。そして、ここまで紹介した七つの一等星のうち六つの星、大犬座のシリウス、子犬座のプロキオン、双子座のポルックス、御車座のカペラ、お牛座のアルデバラン、オリオン座のリゲル、この六つの星をたどっていくと六角形に見えてきますね。これが冬のダイヤモンドと呼ばれています。星空に輝く大きなダイヤモンド。クリスマスのプレゼントにはぴったりですね。さて、実はクリスマスにはもう一つ一等星を見ることができます。かなり
低い位置ですので、南の方角に遮るものがなければこの辺りに見ることができます。シリウスの次、すべての星空で2番目に明るいカノープスという星です。カノープスは一番高く登っても地平線のギリギリなんですね。この星を見ると幸せになれる、長生きができると言われています。そんなカノープスをクリスマスに見られたら幸せは間違いないでしょう。冬は何かと寒く家の中にこもりがちですが、一年の中で一番空気の澄み切った季節です。星空もとても綺麗に見ることができます。ぜひ暖かい服装で、本日紹介した冬の星空を見上げてみてはいかがでしょうか。それでは以上でプラネタリウムの投影を終わります。お眠りの際は星まで追いかけるオリオンにお気をつけください。本日はプラネタリウムライ麦星にお越しいただきましてありがとうございました。良い夢を見てくださいね。おやすみなさい。